高知山本とは、大阪府八尾市のほぼ中央部にある地域。他の山本地域と区別するために、河内を関することがあるが、一般には単に山本と称する。八尾市内のいわゆる山本地域に包括される地域は、近鉄河内山本駅付近を中心とした広範囲にわたり、現住所表示では、山本町、山本町北、山本町南、東山本町、 西山本町、東山本新町、山本高安町、東町、小坂愛町、南小坂愛町といった複数の地名に分かれる。そのうちの山本町のほぼ全域、山本町北の大半、山本町南の大半、山本高安町のほぼ全域、東山本新町一丁目の一部、 京部一丁目の一部の南北約3キロメートル、東西約300メートルの範囲は、山和川の付け替えによって創生され、山本神殿として開発され、1889年以降1961年までは大技、山本だった地域である。現在は大阪郊外の住宅地となっている。なお、ホームページでは、旧山本神殿旧大技山本地域内に限定して解説する。 両政国一覧機内河内国和歌江郡、山本神殿日本近畿地方大阪府八押し大技、山本日本近畿地方大阪府屋押し、山本町、山本町北、山本町南、山本高安町ほかこの地域はかつて河内国和歌江郡に属し、日田開発以降には小田原藩の支配下にあった。百八十九年四月一日の市町村生、施行時に、 近隣の15河村と合併して、八尾村の一地域となった。かつて、本寺には、山和川が流れ、周囲の定地は、田畑として利用されていた。当然ながら、現在の山本には、集落はなく、流域の西側に、小坂五集落、中野集落が、東側に、万願寺集落があった。これらの集落は、大阪と奈良方面を結ぶ。 立石街道の沿線上にあった。旧山戸川はたびたび氾濫し、周囲の農村に被害をもたらしていた。宝永元年に山戸川付け替え工事が行われ、旧河川、故障後に広大な敷地ができたが、そのうちの万願寺集落近傍南北約3キロメートルほどの神殿の開発権利を、山中小米生、A、元山八重門へ、A 両名が落札し、 日田開発を受け負った。日田名、地名は、両名の名字から取られている。宝永2年に工事が完了、宝永5年の検知をもって、正式名称が確定した。万願寺集落の西側、立石街道沿道に、玉串川との交差部、山本橋を中心にして、南東に、山本神殿会所、南西に、山本八万宮主に北側二十数軒の農家をもって、 山本神殿集落ができた。当地は、もともとは川床であり、水持ちが悪く、米作には向かなかった。反面、麺の作付きに向いていた。もともと、中郷地地方は、麺作りが行われており、新田開発を機に大発展していく。享保9年に、大阪の大火で、本山の商家である、加賀屋も消失し、神殿を定頭にしていた勇士が返済できず、 共法13年に、有志元である、千億の住友吉左衛門に神殿を譲った。以来、この地は、昭和15年9月まで、住友家の所有であった。麺の作付けは、江戸時代を通じて栄え、食腐製品は、いわゆる、河内木麺と呼ばれた。しかし、生紙食腐については、格納家の家内生酒工業の域を脱せず、専門業者の企業としては、 成り立っていなかった。明治維新以降、品質の良い外国産の綿が輸入されるようになり、さらに、薩摩藩が、境で恵比寿島宝石所を開設するなど、機械宝石が普及し始めたため、品質に劣る日本国内産の綿花や、鉄麦製品は、次第に駆逐されていった。河内地区も、例外ではなく、粗悪品の製造を行う者が現れて、市場の信用を失うなどして、 麺の作付けや河内も麺の製造は衰退していった。山本においても少なからず影響を受けている。麺畑は大都市近郊の野菜供給地となっていった。明治維新以後、国会開設運動を発端とした自由民権運動の影響は山本にも波及した。それは民権運動家の指導を通じて村民の権利意識の高まりとして現れ、 明治13年12月に小作量をめぐっての小作量を不能運動に発展した。明治25年には面が不作だったにもかかわらず、当時の支配人が小作量の減免を認めず、なおかつ小作量を収めない者の,の工作地の取り上げを通告したため、12月25日に400名程度の小作人が住友会所へ押しかけようとし、騒ぎを察知して駆けつけた。 警察官ともみ合いになりかけた。この時は、住友防止会社重役と小作人代表とで話し合い解決されている。このように、新田経営が行き詰まりを見せる中、昭和2年に、不立高等女学校の誘致と住宅開発を理由として、住友防止会社は、小作人に土地の返還を要求した。そのため200人以上が集まる葬儀となった。 この時は一旦あたり190円の解決金と、その年の小作料全額免除で解決した。これをもって、山本での新殿経営は終焉し、後日の住宅開発が行われることとなる。大気、山本停留所1925年に、山本集落の南をかすめるように、大阪電気軌道の路線が、延伸開業し、当地に山本停留所が開業した。 線路は、八尾付近から真東に方向を変え、さらにこの地で東からほぼ真南に方向を変えているが、小さな農村と田畑だけという開業当時の沿線状況からすると、多少不自然に感じる。当初は、八尾付近から、まっすぐ南東方向、喧嘩方面へ付設する計画であったが、沿線予定地付近で、付設反対運動が起き、土地の買収が進まなかったため、 玉串川沿いに土地を所有する住友本社に土地の譲渡を打診し、ルート変更したとされる。工日の山本での住宅開発の絡みで計画が変更されたとも言われている。この時、山本八幡宮、中野集落の南に山本停留所が開設されると聞いた付近の住民による反対運動が起きている。若い者が仕事船と電車に乗って町へ遊びに行きよる。 国道門が増えよる、などと年寄りが心配したという。大規戦開業後の1929年に、住友号主会社により、当地での住宅開発が開始される。山本邸流所の北側、大阪府立八尾高等女学校、八尾第二小学校あたりまでの南北約1キロメートルの範囲で、まず分譲された。 立石街道沿いのあたりは商店が立ち並んで商店街を形成したが現在は錆びれてしまった。山本停留場の南側の開発、分場は停留所北側に比べると緩やかであった。駅前にわずかな期間だけ芝居小屋があった。商店街が形成されるようになるのは太平洋戦争後だった。1940年に住友財閥は 山本周辺の土地を手放し、当時の八尾町に寄贈している。戦後、山本駅南側に山本市場が開設され、周りに商店が立ち並ぶようになり、駅南側の住宅地も発展していく。1965年頃に、玉串川沿いに桜の木が植えられ、川沿いに桜並木ができた。現在では、桜の名所として知られるようになった。 高度経済成長期には日田だった場所の周囲の農村地帯も宅地化が進んでいった。1961年に町名地盤改正により大技山本は周囲の大技とともに整理の上新しい町名に変更、住居表示が実施された。山本神殿開発当初は前述の通り立石街道沿いの山本橋を中心とした寒村であった。現在では 周囲も含めて住宅地下が住んでおり、旧山本神殿区域と周辺の区別がしがたくなってきている。しかし新田の区域は天井側の川床であったため周りより標高が1から2メートルほど高くなっており、かろうじて境界の確認はできる状態である。当地は前日の通り昭和初期から住宅地として開発された。ほどほどの幅の河川と道路が縦断しており、 環境が良かったこともあり、高級住宅街が形成された。玉串川は大阪府八尾市から東大阪市にかけて流れる河川。本地域内を南北に貫いている。前述の通り両岸に桜の木が植えられており、桜の名所である。高知山本駅は、当地の中心部に位置する近鉄大阪線及び、市議線の駅。当地の玄関口であり、 死山参りの乗り換え駅でもある。立石街道は、八尾市本町で、八尾街道、河内街道から分かれ、山本町、山本橋で玉串川を渡り、服部川交差点で、東高野街道と交差し、縦石越を経て、山和国に至る街道である。本地域内では、大都市とも言われている。立石街道と大都市は、 当地から2キロメートルほど東の中高安、小学校前で分かれる。かつては山本橋を中心に商店街が形成されていたが、商店街の中心が山本駅の南に移ってしまい、現在では街道沿いは錆びれてしまっている。西側の旧中野集落付近、東側の旧万願寺集落付近は道幅が狭いにもかかわらず、 幹線道路の抜け道として利用されるため自動車の交通量が多く、かつ一方通行の規制がされていないため、離合渋滞が頻発している。山本橋付近から南東方向を撮影。写真左側の雑居ビルが並んでいるあたりに山本神殿住友会所があった。沿道と周辺の主な施設、店舗と山本神殿住友会所は、 かつて近鉄河内山本駅、玉串川の東側、仙路北側、山本二号踏切の筋の西側、縦石街道の南側の一角にあった山本神殿を運営するための施設。歴史跡地一角の主な施設、店舗等山本コミュニティセンター。正面に山本神殿、住友会所跡、山本小学校創設の地の石踏みがある。 かつては住友や所有やお町所有だったが、現在は一部を除き、民有地になっている。山本駅南側にある商店街、近鉄線より南、西側、5月強行差点より、北側の区域に該当する。古い百貨店が業態変化指定できた数件の中小スーパーマーケットと、古くからの個人商店などが共存しており、 八尾市内の商店街としては、比較的にぎわっている状態である。主な施設、店舗昭和期になるまでは、畑と道路しかなかったが、住友本社から土地が自治体に寄贈され、女学校、小学校が相次いで建てられた。主な施設、店舗東高安駅前交差点不動15号線、玉串川沿いは、完成な住宅街である。 5月京交差点から約 1km 弱南の高安駅前交差点で大阪府道181号山本黒谷線と接続する。すぐ東に近鉄高安駅がある。少し南の大阪ガス社員寮のある場所が旧山本神殿と旧柏村神殿の境界となる。主な施設、店舗等本地域を航区としている小中学校は下記の通り。 北から記述する。本地域中央から南にかけて鉄道が通っている。主な道路としては、不動八尾茨城線が玉串川沿いに通り、不動大阪港八尾線が東西に貫いている。山本駅を境に、北側と南側とでは状況が少々異なる。前日の通り、近畿日本鉄道の大阪線が、当地の中央付近から南東にかけて通っている。また、 当地の中心部、高知山本駅から、市議線が分岐している。山本駅付近から、線路は、東向きから大きくカーブし、ほぼ真南に方向を変え、当地南端付近の高安駅に到達する。両駅とも、上降人員は多く、準急停車駅となっている。また、大阪上本町駅から、高安駅までの区間列車も存在する。九十系統、山本駅前。 雪バス、山本駅からまっすぐ北側、河内花園駅付近まで約4キロメートルの地域は、鉄道駅から遠く、沿道の商業施設は少ないため、路線バスが多く走っており、需要も多い。対して、山本駅の南側は、鉄道駅が徒歩圏内にあり、商店街への買い物も自転車利用が多いため、路線バスの需要は皆無に近い。かつては、複数路線あったが、 現在は海無である。主要地方道については、当地を南北に縦断する大阪府道15号八尾茨城線と山本駅の少し南側を東西に貫く大阪府道5号大阪港八尾線がある。一般府道は高安駅前を通る大阪府道181号山本黒谷線がある。その他やお指導が通っている。これらの道路は、福音が狭く、 右折レーンさえないところが多い。また、山本駅前は、踏切で交差しており、通過列車本数が多いため閉塞時間も長い。それらが原因の渋滞が頻発している。総じて、道路環境に関しては貧弱であると言える。なお、風呂や葵原城線沿道は、玉串川を挟んで歩道が整備されており、本地域内では、歩車分離がなされている。 旧街道旧山本神殿の北端付近、中心部及び南端付近で旧街道が東西に横切っている。当地を南北に貫く道路は新田開発時に玉串川沿いに設けられた。また、神殿と旧農村地帯の境界にも古道が現存し、特に東側については、小野県出身者へ北、花園ラグビー場付近までかつてはほぼ一本堂になっていた。 前者は、当地内で、不動八尾茨城線となっている。後者は、河内花園駅付近で不動に指定されている。ありがとうございます。